ちゃお、あっちゃんです。今日暑いね。めちゃくちゃ暑い。多分ね40度ぐらいあるよ。50度ぐらいあるかわからないっていうぐらい外暑くてね、家はねエアコン効いてて涼しいねんけどね。ちょっとお買い物に行かな、もう食でなかったから買いに行ってきて、ついでにね買ってきてんけども、これミルク感際立った、ミルク感さらに引き立つしっとりビスケットサンド森永やねんけど、なんでかって、なんでこれ買ったかって言ったらアイスクリームやって、これね98円で買ってきてんけど、食べましょう。暑いね。もうこれ結構ねリピすんだけどね、好きやねんけど食べます。ミルク感際立ってる。乳脂肪分 10%、 なかなかね、なかなか記念。バニラビーンズも入ってるんやって、アイスクリームが一番ね、自然やからね。ミルク感際立ってね、美味しいね。暑いな、外はたまらんわ。ね、今日は特に良くないお金って、入ってきてんけど、もう目的地に行って買って終わり、そっと帰ってきた。なんか家が落ち着くし、家がいいわ。なんか知らんけどね、ほんまにこの家落ち着くんよ。前にはね、なんか落ち着かへんから、もう10歳から住んでたのに、もっとその前から4歳からあの近所に住んでたけど、あそこの土地へんって落ち着かへんから、なんか知らんけど、なんか出かけたらできる限り帰りたくないみたいな、遅く帰るみたいなのだったけど、なんか分からんけどね、嫌やってるか嫌じゃないんだけど、なんか帰るのが重い空気になったけどね。僕はね、早く家に帰る、あと結構買い物行ったらフラフラ何軒も回るタイプやねんけど、早く帰りたくなってきてね。今日ももう買い物だけして、いや、いるも買い物だけしてね、買い物書いてると忘れていてね、ちゃんとも書いてあると買ってきねんけどね、大体書いては覚えんだけどね。こんなに買い物紹介するほどいっぱいこう出ないからね。マジで暑い。こんな感じで
たあのアイスでねちょっと冷やしてるの、うん、でもやってられんね暑くて今年なんかすごい暑い気がするけど、うん、まあにならないようにだけじゃない、ちゃんと気をつけなきゃいけないかっきりで熱中症になったらあかんからスポーツドリンクばかり飲んだったら糖尿になるしね、気をつけてね、うん、今日エアコン入れてね快適な空間でしかまだ飲まないしまだちょっと交換とかできるんだけど、ちょっと面白いもんが出てるじゃん。USB の Wi-Fi、これがあったらでっかいパソコン使えるんだけど、まあ確かにでっかいパソコン使う中でデータが大きいから重いと思うんだけど、うん。編集とかないからだけど、デスクトップの方が使えるデータが多いから。もう飲むんだから、しデスクトップ使わない使えたこの初早使いたいね。そううまい、うん、デスケットあるのうまいね。1980 1980年、もう約44年前に出て未だに愛されているビスケットサンドはアイスクリームです。で、ね、ビスケット小麦粉を含むすべて国内製造、乳製品砂糖、ね、エキストリン、バニラビーンズ加工でんぷん、ゼラチン、ゾーエンタ糖類、乳化剤、味はセリンで、まあアイスクリームっていうだけでもねちょっとでも安心して食べられるかな。アイスクリームはやっぱりね乳脂肪が高いので美味しいね。結局やっぱり、ね、マーガリンが体に悪くて体にいいって言われてね、乳脂肪が低い脂肪分が低いマーガリンよりも乳脂肪の高いバターの方が体にいいと一緒で、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスって言ってね、いろんなものが混ざってるんだけど、やっぱりアイスクリームを食べていきたいね。アイスクリームはやっぱりちょっとでもね安心できる、まあ安全かどうかってまた別やねんけど、安心して食べられる、まあ、わざわざね、そういう添加物を使ってるやつよりも、うん、ちょっとでも、ね、ナチュラルな乳脂肪を使ってる方がいいんじゃないのかなと思っちゃうんでした。アイスクリームはやっぱ美味しいね。ごちそうさまでした。で体も冷えたことやしね、ちょっと口の中も甘いねんけどね、まあ動画作りしますわ。ちょっとこれね設定してみて、使えたらラッキー、ダメやってもダメやったら仕方ないけどね、まあ、使えたら聞いて感じで繋いでみましょう。ということで今日のあっちゃんの、アイスタイムこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。帰ってた瞬間部屋涼しいって思ったけどやっぱり暑いな。じゃあね、バイバイ。あ、今日のあっちゃんのアイスクリームタイム、ビスケットサンドよかったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。なんかフラフラしてるあっちゃんでした。